タバコのニコチンは血管を収縮させる作用があります。胎盤へ酸素や栄養が十分に送れないため、赤ちゃんに必要な酸素が行き渡らず、奇形児や障害児、流産、早産、低出生体重児などが起こる可能性があります。生まれてからの乳幼児突然死症候群のリスクが高くなるとも言われています。受動喫煙でも同じ影響があります。妊婦さんはもちろん、ご主人や周りの方に話して協力してもらいましょう。アルコールの影響としては、胎児アルコール症候群を発症するリスクが高くなります。症状としては、発育の遅れ、奇形、知能や発達の問題などがあります。またアルコールは母乳へも移行します。妊娠中だけでなく、母乳をあげている間も飲酒はやめましょう。仕事をされている方は、妊娠していることを職場の人に伝え、無理のないように過ごしましょう。座りがきつい時や、よくお腹が張る時など、何か症状があって就業に困難を生じる場合は、母体健康管理指導事項連絡カードという医師から事業主へ勤務時間の短縮、休憩時間の延長、通勤時間の緩和、深夜業の制限などの措置を取ってもらうように依頼できるシステムがあります。無理をせず相談しましょう。